光よ正義の祈り、変われし死まるライオン丸に、日本の平和を守るため暗黒魔人をやっつけろ、今だ今こそ変身だ、走れライオン、飛べ飛べライオン、行くぞ解決ライオン。よし、俺らが様子見てくだい。この刀をお願いします、売ってください、お金を払います、集められるだけのお金を集めました、お願いします。ダメだ、この刀は売れないんだ。お願いします。行こう、ひまる兄ちゃん。どうしても、どうしてもですか。うん。一体どういうことなんだ。あなたたち、まさかゴースの手下じゃないでしょうね。頼む、その方をくれ。村にあるものは全部お前にやる。だからその刀を。訳を言え。私の赤ん坊が真白山の山わろ童子にさらわれたんです。山わろ童子。はい。あの魔の山に住む怪物じゃ。お付けがあったんじゃ。三日の後にここを通る三人の旅人の一人が金さじの太刀を背負っている。その太刀を真白岩の上に備えようと。何？しまった。きっとこうするの。うん。お願いします。お願いしますだ。お願いします。頼むだ。もしこの刀を真白岩の上に備えなければ、私の赤ん坊はきっと殺される。よし。山わろ童子から赤ん坊を取り返してやる。ダメじゃ、山わろ童子の住みかは誰にもわからん。そうだ、様子を見に行った者が二人も殺された。お願いします、この刀を。この通りです、お願いします、どうか。よし、ありがとうございます。ひまる兄ちゃん、大切な刀だ。しかし赤ん坊の命には変えられない。ありがとうございます、ありがとうございます。
村へ来て赤ん坊が無事に返されたかどうか確かめてくるんだ。ええ、獅子丸さんは山尾道場を待ち伏せて刀を取り戻す。うん、助、お前も一緒に行って赤ん坊を守るんだ。うん、心配するな。赤ん坊はきっと返してくれる。わしらお告げの通りにしたんじゃ。お兄ちゃん、山原童子、本当に赤ん坊返してくれるかな。わからないわ。しかし卑怯なやつだな、こんな手を使って。すり替えられた。え？そう。卑怯だぞ、山原童子。山原童子。獅子丸、約束通り赤ん坊は返してやる。しかし沙織の命はもらったぞ。太陽が落ちて再びこの増田山の真上に輝くとき、沙織は死ぬのだ。刀と笛は増田山の深い洞窟の奥に封じた。よかった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 。行こう小助。うん、どこへ。増田山の洞窟です。いかん、増田山へ登ろうとして生きて帰った者は一人もいない。猿もすまぬ魔性の山じゃ。あの二人は増田山の洞窟へ行った。もう帰っては来るまい。なぜ止めなんだ。ほら、死んだおじいから聞いたぞ。俺も聞いたぞ。増田山の洞窟には毒の煙がいっぱい吹き出してると。わしは止めた、止めたんじゃ。しかし、しかしあの二人は。毒蜘蛛だ。
助け。あるんだ、コスケ。どうしたの、シマ兄ちゃん。毒だ、毒物の毒が回ってきた。どうしよう。負けるもんか、魔王ゴースンに。あの真白山のどっかに沙織ちゃんが捕まっているんだ。早く助けなければ。太陽は今沈もうとしている。再び太陽が真白山の真上で光り輝くとき、沙織は死ぬのである。ヌーベヌーベヌーベ。師匠様が試してくださっているんだ。刀や笛がなくても俺たちどこまで頑張れるか。だから刀と笛を取り戻し、沙織ちゃんを助けるんだ。
でもよい。出てくるわい。シシマル、太陽は間もなく真上に来るぞ。沙織は八里も離れた深い山の中だ。沙織は死ぬ。そしてお前たちはここで毒煙を吸って死ぬのだ。シシマル、コスケ、死ね。毒煙だ。チキショー、コスケ、向こうだ。こっちだ。ああ、うん、行こう、漬けだね。うん、石で割るんだ。
へい。しじまる兄ちゃん。あ、よし。ライオン丸、攻撃に、えい、ダメ、ゴースンの手下たちは日本中に争いを起こすため全国に散っていった。ゴースンを目指して旅立つシシマルたち3人の前に立ちふさがったのは怪人ワクランバ、その恐るべきミノムシ殺法、そして3人に近づいてきた奇妙な武士蒲生丈太郎とは一体何者、敵か味方か。怪傑ライオン丸、魔の森ワクランバにご期待ください。